刻は午後3時を回りました。本日からソライブサンセット、近田がお送りします。皆さんこんにちは。はい、あ、白シャツちょっと白シャツですね。ちょっと、はい、服装が変わりました。はい、今日からリニューアルということで白じゃないですね。予報センターは引き続き白なんですけどね。ちょっとこちらでやらせていただくときは色付きでお送りしたいと思います。はい、今日はね、桜、今日もたくさん桜のリポートいただいていますので桜色にしてみました。はい、皆さんと文脈合わせてます。はい、春っぽい服装でお届けしたいと思います。さあ、まずはじゃあ今日の空を見ていきましょうか。はい、それではリポートをご紹介します。北から行きましょう。はい、北海道のですね、紋別郡ブルートラクターさんからいただきました。ありがとうございます。はい、タイトルがですね、どんどん溶けるというタイトルですが、はい、溶けるものは雪ではないようですね。はい、暖かくて犬も溶けてますという報告です。ちょっとぐったりまったりね、暖かいってことですね。うん、気持ちよさそうな、はい、報告ですね。天気は影うっすらで体感なんと暖かいです。北海道方面ね、晴れているところに関しては暖かいという報告いただいてますね。はい、続いていきましょうか。続いてはですね、千葉県の、八街市、こちらは猫ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。タイトルがですね、突然ザーッと音を立てて降ってきました。さっきまでパラパラと優しく降っていたのに、桜さんもう少し頑張ってねという報告ですね。桜がとても綺麗に咲いていますが、あいにくの雨ですね。そうですね、ザーのようですよ。猫ちゃんさんによりますと、ザーザーの報告でいただいてますね。はい、そしてもう一ついきましょうか。さらに西へ、はい、広島県ですね、安芸郡モモンガさんからいただいた報告です。ありがとうございます。はい、こちらはですね、太陽復活、はい、雲に隠れて弱い日差しかと思えば日差しがたっぷり、今日もお花見日和ですと。ただですね、でも西には雲の塊が、白っぽい雲なので雨は降らないと思うけど夕日は見れるかしらということですが、晴れてますよね。はい、西の方結構晴れている地域が多いかと思いますが、西には雲の塊があるということですね。でもまあこの写真を見ると大丈夫そうですけどね。夕日は見られるかしらという報告で、あ、皆さんからも心強い心配なしといただきましたが、はい、見えそうですね。うん、はいね、なんとなく大丈夫そうな気がしますが、はい、まずそしたらね、夕日いけそうですね。